ロボットポンコッツはハドソンが発売したコンピューターゲームのシリーズである。略称はロボポン。開発はレッドカンパニーと共同で行われた。ロボットポンコッツと呼ばれる野生のロボットを捕獲して育成し他のオーナーと対戦するというシステムでポケットモンスターの影響を強く受けた内容となっている。キャラクターデザインは水谷健之介が担当しており、 ロボポンのデザインには実在する人物や既存のキャラをモチーフにしたものや性に関するものをモチーフにしたものなどがあるのも特徴の一つである。当初の企画ではよりロボットらしいデザイン中心であったことが関係者のツイッターで明かされている。コミックボンボンでのタイアップも行われ同志での漫画化もされたほかサイボーグクロちゃんの登場人物であるクロちゃんがロボポンとして登場している。 日本国外ではロボポンのタイトルで1の初期2バージョンと2が発売された。音楽はロボットポンコッツシリーズロボットポンコッツ647つの海のカラメルのいずれも ACE が担当している。初代4作にはゲームソフトにボタン電池式の内蔵時計とスピーカーが内蔵されており内蔵時計を利用したいくつかの機能を持つ。時間帯や経過時間によって イベントが発生したりすると、スピーカーで知らせる。マップを散策することでエンジェルおじさんと呼ばれるキャラから、時間帯での各種補正イベントをランダムで得ることができる。また、家庭用のリモコンを使うことで、ロボポンに何らかの変化を与える IR システムを搭載している。Nintendo 64の 64GB パックを使うことで、64パンと連動させることもできる。 一の方は磁石で捕まえるという方式をとっており、棒磁石、有磁石、電磁石と続いて捕獲成功率が上がっていく。得たロボポンはパートナーとして同行させたり、主人公の会社で派遣を行ったり、売却したりすることができる。なお、続編では、これとは異なる方法でロボポンを入手するようになっている。ソフトに内蔵されている時計の時間によっては書く。 マップで出現するロボポンが変化する。バトロボ後に戦闘に参加したロボポンに経験値が与えられる。経験値を貯めることでレベルが上がる。また、ロボポンによっては経験値とともにもらえる。エネ玉を貯めることができ、一定量貯めることで研究所で進化させることができる。進化するとステータスが上がるほか種族が変わったりする場合がある。 ロボポンに搭載されている CPU は研究所で購入することにより、性能を上げることが可能。下記の先頭で指示に従うようになったり、スピーダーでの判断力が向上する。本作では、会社の社長という立ち位置があるため、資金を投資して会社を増築したり、入手しているロボポンを下記に記載されている時計の連動機能で時間を指定し、町に派遣させることができる。 増築すると様々な機能の部屋や報装を獲得でき、派遣が成功すると経験値やアイテムを獲得できる。派遣は遊べない時間を利用して、プレイせずとも育成することができる利点を持つ。ロボポンは武器パーツとソフトと呼ばれるアイテムを装備することができる。ソフトとはバトラーで属性攻撃を行うために必要な装備で、ソフトにはレベルが設定されている。 レベル数は、名前と同じソフトをレベル数分装備している扱いになる。また、装備しているソフトの属性の組み合わせにより、強化技や特殊な技を使うこともできる。なお、基本的に威力は低いが、エネルギーを消費しない通常攻撃もある。ロボポンには3つの種族が存在し、攻撃が得意でソフトを交換できるアーム族 素早さが高くこちらもソフトを交換できるムーブ族、防御力が高いが武器パーツとソフトが交換できないブート族に分けられる。攻撃力や防御力、体重などあらゆるパラメータは以下のバトルジェネシス5に大きく関わっている。バトルジェネシス5と呼ばれる5つの戦闘方式があり、どれで戦うかによって戦闘方法は以下のように変わる。なお、常に1対1である。 この戦闘方式は続編の2にも継承された。ACE1999 年12月24日に任天堂64用ソフトとして発売。伝説のロボポン、カラメルのパーツを探しに海上を船で移動し、7つの海を渡るというストーリー。本作ではアーム族をさらに細分化したタイプが存在し、それに応じた装備をする必要がある。 システムも独自のものになっており、レベル表記は数値ではなくアイコンで表現され、パラメータ育成については主人公の乗る船内にあるトレーニングルームを使用するか、敵との戦闘で増加させることができる。64GB パックを使用することができ、ギガバイト版一作目と一部のロボポンのやり取り、対戦することが、それ以外のゲームボーイ用のソフトからは、 ロボポンたちの食べ物を作り出すことが可能。主人公及び戦員のグループは2種類あるが、特にストーリーに違いはない。エンカウントについては海を漂う他の船に遭遇したり、潜在する島で挑まれるものに分かれる。戦闘はバトラーのみであるが、3D のフィールドを使用したものでロボポンを動かすことが可能。攻撃対象の向きによってダメージ量がある程度変化する。 エネダマはバトル中にフィールド内に投下され摂取すると HP の増減などが起こるようになっている。本作ではベッドで就寝するまで動線しているロボポンたちに船内での活動を指示できる。魚釣りや食事、トレーニング、シャワーなど様々で、これによってアイテムの入手やステータスの強化が可能。また、ロボポンには体調が設定されており、 この船内活動でリフレッシュすることで戦闘中早く行動することができる。本作におけるロボポンの入手方法。植物のようにロボポンやソフトの元となるシードを土に埋めて育てて手に入れる。植物と同様に環境に配慮を行わないと何者かに身を食べられることがある。ACE2001 年9月13日に発売されたゲームボーイアドバンス用ソフト。 リングバージョンとクロスバージョンの2種類ある。カートリッジ1本で遊べる通信機能を備える。戦闘方法の一つである、バトラーが単体戦闘から4オン4の複数体、同時戦闘形式に変更。中央のバトルリールが時折止まるようになっており、止まった絵柄によって様々な効果が起こる。他にも様々な点で変更、追加点がある。本作では、 タイムトラベルを利用して過去と現在を行き来しマップを攻略していく本作におけるロボポンの入手方法様々な種類のある電池を2つ組み合わせスパークさせることでロボポンを生み出す2では野生のロボポンを捕獲することができないので一部のイベントを除いてロボポンの入手手段はこの方法以外にない電池は拾うバトロボで勝利する ガシャポンを使うといった方法で得ることができる。プレイヤー同士が持ち寄った4本の電池を使用する通信スパークも存在し、この方法でしか入手できないロボポンもいる。コミックボンボンで原作、下田ツシ、作画、タモリワタルによる漫画版も連載された。基本的なストーリーはゲーム版に準じているが、本作オリジナルの設定やエピソードも追加され、 その他セリフや展開も一部変更されている。また、登場するロボポンのデザインに特徴的な独自のアレンジを加えている。ストーリーの展開については、元のゲーム版の内容を広げるような王道的な少年漫画となっている。また、自動漫画雑誌連載であるにもかかわらず、登場する女性キャラクターがことごとく巨乳であり、連載が進行するにつれて乳房、乳首ともに、 現実ではありえないほどのサイズに巨大化し、最終的には直径数十センチの巨大な球体が胸にぶら下がっているような姿へ溶かした。連載時期の関係上、64番については後悔というテーマと一部の舞台が出る程度になっているが、後にタモリのツイッター上で64番のキャラが書き起こされている。2の連載後、 後年の世界を描いた漫画オリジナルのロボットポンコッツ号が短期間連載された。2013年には単行本の復刊が決定し、グレーテスト編4巻分から描き下ろしを加えた新装版が発売された。2015年には続編としてグレーテスト編の5巻スペシャリスト編を収録した新装版が発売された。 軽い気持ちで祖父から貧乏会社の社長職を受け継いだ、ゆうすけ。仕事を増やそうと奔走するうち、最強のロボポン遣いを決める、グレーテスト戦の存在を知る。会社の名前を売るチャンスと、ゆうすけは参戦を決意。果たしてゆうすけたちの運命は増える、一方の借金は返せるのかそして、ゆうすけの相棒、ロボ丸に隠された秘密とは スポロロボテック社関係者ビスコとその仲間グレーテスト6と、その関係者グレーテスト5と、その関係者グレーテスト4と、その関係者グレーテスト3と、その関係者グレーテスト2と、その関係者グレーテスト1と、その関係者その立ている王子から、各国のグレーテスト1を集めて行われる大会、スペシャリスト戦の話を聞いたユースケは、全世界に名前を売り込んで、今度こそ、 借金を返そうと参加を決意。ロボマルト密航してついてきたロルの3人で、大会の地であるコビック大陸へ、先警ロボポンウーマンボで旅立つ。ところが、ユースケたちの通る海域は、悪名高いバーモント一家の縄張りだった。どうにか、バーモント一家の海賊を撃退したユースケたちだったが、彼らの親玉、バーモントによって、グレーテスト1の証、 ウィニングローレルを奪われてしまう。ユースケたちは、バーモントたちを大幼か、放浪の旅を続けていたムサシと再会。その火星もあって、次第に反撃に転じていく。本シリーズは64版の、後悔をテーマにした、オリジナルエピソードとなっている。また、バーモント編後はボンボン本誌の企画で描かれていた、ロボゼロの出来事を、 過去のポロンボ等の紛争に絡める形でロボマルの夢の中の出来事で描く。バーモント一家五巻に登場した漫画版オリジナルエピソードの敵役。キャッチフレーズは、ネタこもなき出す悪党集団。盗目のバーモント、海賊頭のマルシェ、空賊頭のコクマロ、山族頭のジャワンドククレ、盗賊頭のカリヤと多くの手下で構成されている。 クージランと多数の船を所有している。カンブレンメンバーはカリーヤを除き、掃除手額に宝石をつけており、彼らの名前はカレールーに由来する。ロボ丸の階層に登場したキャラクターコビック大陸へ、たどり着いたユースケたちは、ひょんなことからタイムマシンを研究しているフラワー教授と出会い、試作機の実験に付き合わされてしまう。 20年前の世界に飛んだまではよかったが、試作機は爆発、帰る手立てを失ってしまう。そして、その裏ではかつてユースケたちが倒した宿敵ドクターイコールゼロが復活。ある目的のために暗躍を開始していた。果たしてユースケたちは現代へ戻れるのかスペシャリスト戦に参加できるのか相変わらず、減らない借金はどうなるのかそして、 再びゼロの野望を打ち砕くことはできるのか。物語のベースはゲーム版の2のシナリオであるが少年漫画としての雰囲気に合うようにところどころ修正されていたり途中にて打ち切りが決まった影響で中盤からスペシャリストの設定を利用してスペシャリスト5以降は展開が駆け足になっている部分がある。一方で伏線が回収されていない部分もある。 フラワー研究所ドクターイコールゼロ関係者スペシャリスト7と、その関係者スペシャリスト6と、その関係者スペシャリスト5と、その関係者スペシャリスト1から4と、その関係者その他2の後の世界を舞台にしたオリジナルエピソード。スペシャリスト戦で活躍したロボマール人気で、量産型のマルスが大量生産されたもののブームが、去った後は捨てられるものが多かった。そんな、 マルスの一人が自分を育ててくれたおっちゃんの死を機に山を降り修行の旅に出ることを決意する。伝説のロボポンカスタ丸になることを目指して、途中で打ち切られる形となった上、最終話を収録した単行本も刊行されなかったが2019年11月に完全版が刊行された。主要キャラクター、ありがとうございます。